じゃあ、いきましょうか。2023年1月19日の雑談配信になります。よろしくお願いします。えー、っと、バンダイナムコの元社員があ、なんだっけ、携帯端末かなんかを売りさばいて6億円かなんか着服してたっていうのがニュースになってまして。<laughs> バンダイナムコはなんでそんな社員を雇ったんだとか、こうね、文句言ってる人がいますけど、人がやることだからなと思いましてね。 入社したときはいい人でもだんだん人が悪くなったりとか、世の中の仕組みでここがちょろいっていうのが分かってしまった人とか、まあ、こコロナのなんとか金もなんかねその、着服するような人がいたから、そんなもんなんだろうなと思います。世の中の仕組みを悪用したりとか、会社の仕組みとかで、えー、こ,ここがちょろまかせるとか、管理が甘いっていうふうに分かってしまった人が悪意で、 やってしまうんだなぁなんていう風に思いました。だからっつって、その罪を憎まずみたいなことはないだろうし、6億円を着服したんだから6億円返せっつっても6億円は多分遊びに使われたりとか、下手するとその課金ゲームにみんな課金したりとか、YouTuber のあのー、なんか投げ銭に使われたりとかして、戻ってこない。 からなぁと思ったりとかするので、それ、それで考えると去年あったさ、あの、あの、給付金が一人の人に集中してさ、返し、返しません。ね、ギャンブルに使いました、ないです、とかっていう風に言ってた人、ね、あ,あ,あんな感じで、このバンナムの元社員の人は、じゃあ、なんかされんのかっていうので、えー なんかそんな感じがいたします。どうなんでしょうねと思いましたね。ありがとうございます。うん、まあ世の中怖い怖いとありますので、怖いなー怖いなーっていうのが今日ニュースでやってて、千葉県だっけ栃木県だっけあのー、なんか去年のクリスマスにお酒を同僚かなんか飲んで飲んでた男女でお酒を飲んでて。 でそれで飲み終わった後二次会間隔でネットカフェに入ってネットカフェの個室で睡眠薬飲まされたっつって女の人が睡眠薬飲まされてで意識が朦朧としてこう記憶がない時に体を触られまくったとあいうふうに言われたのが明るみになって今日ニュースで報道されてたんですがあ男の人はやってない,っていう。 許可をもらって触ったと。どの部分を触ったのかは覚えていない。はってなるニュースだったんですが、これ、まあ、普通に考えるとさ、まあ、普通は女の人が睡眠薬を飲まされて被害者で、えー、こう、えーの、調べてくださいって言ったら、睡眠薬の、飲んだ形跡があったということなんだけど、僕はちょっと考えが、どうね、こう。 このニュース聞いて、あ,あ怖いわーって思っちゃったのは、これその、普通に被害者が女の人ならかわいそうなニュースだけどあの、意図的に睡眠薬を飲んで、男の人が悪さをする環境を作ってさ、状況証拠みたいなのを作ってさ、私の体を調べてください、睡眠薬を飲まされた結果がある,あるはずですっていう風にしたらさ、 あの女の人が事前に睡眠薬を飲んだとしてもああのこの人痴漢ですっていうのと一緒でさ冤罪が作れるなと思っちゃったもんですからあの今回のニュースの女性の人はかわいそうだなと思うけど今後、意図的にそのつ,つもたせ的な感じで、えー、あんた触ったでしょうということをですね、えー、言われてしまう可能性がある意図的 怖い。怖い。もう、女の人とお酒なんか飲みに行ったりとか、ましてネットカフェの個室に2人きりで入って、同意の上だとか言われながらも、後から同意なんかしていないっつって、や、るから、やられたら怖えなと思っちゃいましてね。あーあー怖、怖ああ、怖女怖っ。って、ちょっと、もう、もう、ここは妄想の中の女なので、現実の女の人はそんなことないと思うんですが、 僕が妄想する女性の人は非常にしたたかでですね、えー、悪い女の妄想になるので、えー、怖いなと思いました。だから、これからはおさ、事前にお酒を飲んだりとか二人きりで会うときにその、まず携帯電話で女の人と取って、僕を騙す気はないよねとか、その現地を取らないともうやっていけないよなと思いまして。 女の人からすると、なんて失礼なやつと思うかもしれないけど、その、もう逐一自分の行動みたいなのを自撮りかなんかしといてさ、あのー、あのー、そういうことをやってない。僕は睡眠薬を入れていないっていう証拠をさ、もう取り続けてなきゃいけないんだなと思ったりとかして、えー、怖い怖いと思いました、えー。でもね、無理やりこうなんかされちゃう人もいるだろうから、 その女の人が被害者になるパターンもあるだろうから、<laughs> いやー、怖いなって思いましたね。男と女は怖いせいって思いました、ね。で、えー、もう一つの男と女はあの、博多駅で刺された人ですね。えー、もう死んじゃったんですけど、ね、男の人が逮捕されて、どうやらこの人がやったらしいって話と、その男の人のお写真が出ててさ。 なんか、ホンダケ佑スケみてえだなって、悪いホンダケースケみてえだなっていうふうに見えたんだけどさ、すごいなんかこう、すごい金髪でね、やんちゃな感じの男性の方で、で、女性の方もちょっと肌派手めのね、あの、見た目の方でら,らっしゃるからさ、あの、この、なんで、 なぜ女性はあの悪い男に惹かれるのか説だよなと思ってさ。悪い男に。んか見た目がこうヤンキーっぽい人とかがさ、好きとかさ、あの、むちゃくちゃにしてみたいな夢を見てる女の人のなんと多いことよというかさ。だから、の無害な男と付き合ってればよかったのにね、なんていうのもちょっと思ったりしたわけですよ。不思議だななんでこう、 ちょい悪みたいな男の人に女の人はすぐ引っかかってしまうんだろうなぁと思ってね。もっとなんか身の丈にあった、もしくは扱いやすい男の人だって世の中にいるはずなのに、そういうのにはやっぱときめかないのかな恋愛感情ってやつは、でその恋愛に飽きるとストーカーだとか言い始めるんだろうっていうのもあってさ、俺が許可してない。だから オラオラ系が好きなのにオラオラが嫌になったら相手のことストーカーだって言い始めるっていう、そういうことだろうって思ったりとかするから、まあ、地上のもつれではあるんだろうなと思いながらね、えー、そんな人を好きになった女もやっぱ悪いんじゃねえのかななんていうふうに思いました。男と女は怖えなってね。<laughs> 夫婦喧嘩は犬も食わないとは、このことだななんていうふうに思ったりとかいたしました。 まあことが大きくなって殺人まで発展するとということですけど、なるべくしてなってんじゃねえかな、今回のこの,あのニュースになってるケースは、なんていうふうに思いました。男と女、おじさん公文でまた LINE が晒されたってって、桜井隆弘さんがですね、女遊びで有名なこの声,優が声優さんらしいんですけど。 またなんかさらされたっつってねそれがすごいおじさん公文で、えー、なんかその「写真ありがとう」っつって「もっと下も写してくれた方がいいね」とか「えー、生がいいのはレモンと18金だね」みたいなそんなこそんな文章を送られたっていうのを、えー、公開された。 でもそれは、まあ、事象でもあるし、嘘の文章かもしれないっていうのもあるんだけど、なんだろうね、やっぱ怖いなと思いますよ。プライベートなやりとりで、なんか相手が不快だと思って、この不快な気持ちを消化できないから、世間に公表してやるっていうようなことが、まあ、大多数の人がそれを持ってると。だから、コミュニケーションツールと言いながらですよ、 うんなんかセクハラされたとかあ、私が傷つけられたとか、もしくはそんな汚い文章を送られた携帯はもう二度と使えないから、10万円弁償しろとかあ、買い換えるから弁償しろみたいなことが、この先、まかり通ってしまうんじゃなかろうかと思って、えー、ちょっと怖くなりました。えー、男と女のニュースがうーん、なんかこの何日か続きますなと思いましたけど。 あ結局信用できる相手なんていうのはなかなかいないんだろうな、なんていう風にねあの。恥ずかしいところを見せても、いつさらされるかわからんってなったらさ、怖くて生きてい,いけないよねって思います。<laughs> もしくは自分の変態性は最初からもう全部、公にしておかないとその、ねこう、二面性みたいなので、裏でこういう顔をしていますっていうようなことは、 ああ、弱みにもなってしまうし、良くないな、なんていう風に思いました。嫌だね。なまあまあ、僕はそういう意味ではギリがたい女性とお付き合いしてて良かったな、と思うのはそこですけど、なんか怖いねその <laughs> 何。何にもできないし、あ、こいつはやりそうだな、とか、こいつは LINE をばらしそうだな、っていうような人は、なんかこう、もう、 見分ける術とか持ってた方がいいねなんて思いましたで。でもニュースを見たりするとそのニュースの反応なんかはもうおじさん公文のこのお声優がキモいっていう結論になるわけだよね。みんながその、うんうん、秘密みたい根性でさなんか隣の、うんうん、竹藪を覗く感覚でさ あのあだこうだ言ってるのを見るとまあ結局はそういう噂が好きな人がたくさんい,いんだなあっていうのとか、うん、自分の変態性を棚にあげてみたいなねあの人のセックスを笑うなみたいなあことだろうなと思うんですよどうせ大したことやってねえのになあなんて思うんですけどちょっと表になったりとかちょっとやんちゃな人を見つけるとすぐこうやってなんか 排除する方向に向かう感じもどうかなと、まあぜうん、思,います思います。僕はもう恋愛とかどうせしないし、したところでどうにもならないのでいいんだけど、うんいいかなって思いましたね。ありがとうございます、えー。あと今日のニュースで言うと、クジラですね。あの大阪湾のクジラが死んだんだって、でそのク,クジラさんを 埋葬するって言ってさ、なんか日本海のどっか遠いところに <laughs> 捨てに行ったんでしょ重りをつけて浮かんでこないようにしてとかって。なんだかご苦労様ですね、と思ったりとかしました。あーでそうしたら今度東京湾にクジラが現れたとかって言ってね、えー、もうなんか地震の前兆かもしれんなんても言われてましたけど。あ まあ、異常気象には、そういうね、鳥が避難してきたりとか、いろいろあったりするのかもしれないから、もう、笑ってられないのかもな、なんていうふうに思いました。えー、っと、あと今日は、嬉しいニュースとしては、広がるスカイプリキュアのキャラクターデザインが公開されました。PV もあ一緒に公開されてて、えー、っと、今回のプリキュアはですね、 あの、いつもは赤い髪の女の子が主人公だったんですけど、えー、今回の主人公は青い髪の女の子がメインキャラクターらしい。お話の中心にいるのが青い髪の女の子で青いスーツの女の子。ね、ピュアブルーですよ。あーあー、新しいことに挑戦してらっしゃるんですね、なんて思ったりしました。絵も、その少女漫画の 絵柄で可愛くてあの一番いいなと思ったのは、今回のプリキュアはとてもそのお清楚な感じの、みんなこう、なんだろうな、あんまり着飾らないというか、ふわふわとかフリルとかが少ない衣装で、えー、あちょっと印象がいいなと思いましたね。すっきりしたコスチュームで、4人組かな、赤、あ青、赤、黄色、オレンジっていうね。 あれグリーンがいないと思いましたけど、えー、キュアグリーンはいないのか、そうかと思いながらですね、えー。デリシャスパーティーが割と変化球みたいなプリキュアだったので、今回はスト,ストレートなというか、あーなんか基本に忠実なプリキュアであればいいななんていうふうに思いましたうー。明日か明後日プリキュアを書こうかなと思います。今日はちょっと 男と女のニュースに引っ張られて、あんまりピュアなプリキュアが書けなさそうなので、今日はやめておきます。えー、なんですかああ、そうそう。この配信始める前にちょっと奇跡シリーズの話をしてて、ニコニコで見れないっすよ、なんて言ってたら、親切な人が、あの、1話これ見れますよ、なんつって、今、コメントくれたんで、ありがとうございます。 僕が話してるときに急に線の話してもあれだから、今わざと話題を作りましたけど、アニメのニコニコチャンネルの方で見れば、最新話が1週間、ああ、ありがとうございます。ちゃ,あちゃんとやってくれてんだよね。じゃあ、後で今日は線の奇跡シリーズを見ようかなと思いますんで、えー、面白いといいですね。明日以降にもし感想言ってれば面白かったってことだと思います。 にといえばねもう僕見ないですけど、なんとかの居住、アルスの居住とかやっててね、2話が公開されてるんだけど、まあ見る気ないですね。えー、だって、だってって思うのであ。あれは続き見たってどうせ面白くなる。1話で掴まなきゃ無理だろうと思うし、だから、ジブリと比べるんであればさ、というか、宮崎駿と比べるんであれば、 ルパン三世のさその、死の翼アルバトロスとか、さらば愛しきルパンはさ、30分で話が終わってるわけですよね、1話完結で。だから、1話でちゃんと詰め込めるはずなんですよ、お話っていうのは、面白くできるはずなんですよ。そのクリフハンガー方式でさ、そのお話の中にフックだけ作って何にも解決しない話をさ、次週に続くってやってさ、それが丁寧なお話。 話作りだみたいにして褒める人もいるけどさ、あんな1時間2時間やったってどうせ何も解決しない話だろうとか思ったりとかするので、ね、その、であればアニメの枠をさ、30分で区切らずにさ、なんか1話と2話合わせてさ、その、まあエヴァンゲリオンもそうなんだけどさ、エヴァンゲリオンも1話と2話でようやっと死と倒す話が完結するからさあー、まああれに慣れすぎてて、なんとか、 アニメで見栄えというか見応えのある1時間のドラマを見せようっていう風なあことなんだろうなとは思うけどアニメは30分なんだからでその30分が面白いか面白くないかであとはたまたまこうね寝つけない夜にああつけたらやってるなっつうのでさ見ようかなっつうのはさその話見ただけである程度満足できるようなその何かしらの内容があることなわけですよ。 一話だけ見たってわかんない水星の魔女とかクソなんですよっていうふうに思うので、えー、ちょっと興奮しすぎましたけど、<laughs> ーその、なんとかの居住はちょっとねって思ったりとかしますね。まあ、どんなアニメもそんなもんだからさ、一話完結型の話なんかなかなかないんだから。あいやまあ、難しいだろうなとう。ああ、この右側にあるやつはあれです。あの、RPG スクールの敵キャラとか、 あシューティングスクールデザイモンの敵キャラとかあ、まあなんかそんなのをちょっとアイディア出しで出したってやつでしたね、えー。というわけで今日の雑談は男と女は怖いっていうのと、えー、プリキュアが楽しみですっていう話でした。以上です。ありがとうございました。今日もエンディングテーマが流れます。